庁の愛媛文化スポーツ賞の表彰式が30日県庁で行われ、2月に行われた札幌冬季アジア大会のスピードスケート女子 500m で銅メダルを獲得した郷亜里砂選手が受賞しました。表彰式では郷選手に中村時広知事から表彰状と記念のメダルが贈られました。郷選手は皆さんの応援で目標の37秒台を出し、国際大会で銅メダルを取るという実力以上の力が発揮できました。平昌オリンピックを目指したいですと話しました。郷選手は北海道出身の29歳で、2014年から愛媛県スポーツ専門員として活躍しています。2月のアジア大会ではスピードスケート女子 500m で自己ベストとなる37秒73を記録し、大会新記録で銅メダルを獲得しました。郷選手は中村知事からこの1年を大事にして成長してほしいとエールを送られ、次のように意気込みました。やっぱり36秒台女子でも出していかないと、これからメダルも難しくなってくると思うので、来シーズンもっとタイムが出せるようにしていきたいと思います。